忍者か。ふん、やはりおかしなやつばかりじゃ。この俺を捕まえて、そりゃないんじゃないかな、平八さんよ。私みたいに、身なりに気を使わないからよ。レディーファイト。前から生命力に満ち溢れてたけど、今回はすごくない？薬の力で若返っておるからな。ギュッ！三島平八、その若返る薬、押収させてもらうわ。個人的に。レディーファイト。虎が強いのは人の心を持たぬから。そういった格闘家がいたな。そいつは、はい、お前を必要なのは人として生き、人としての強さを得ることよ。レディーファイト。平八のおじいちゃん、若返るとかすごすぎでしょ。そうじゃな、スクープしてもいいぞ。どう書いてもゴシップ記事にしかならんのかな。レディーファイト。若い肉体に老練の技というやつじゃ。見た目若くて中身は老人。わしの立場だ。若返ったといってもそこまで若くなってないだろう。レディーファイト。荒髪の変色因子。おほう、なるほど。平八さん、今日も新鮮すぎて怖いんですけど。荒髪の因子、そんなにいいもんじゃねえ。レディーファイト。フレーフレー平八。三島流剣法の奥義教えてほしいな。バカ息子やバカ孫に比べて可愛いもんじゃ。レディーファイト。こいつら後悔する暇もなく死ぬことになるさ。それが戦いの基本よ。一気に叩き潰せばよい。レファ、この人と意気投合するのはちょっと。レディーファイト。偽りの肉体か。本人は鍛えておるんじゃろうな。当然、テニス部のレギュラーだし、水泳も得意よ。僕はそうでもないかな。レディーファイト。薬で若返った。それでいいのかよ、平八さんよ。久しく忘れておった感覚よ。髪もな。若い頃か。波動拳の威力が上がるかもしれないな。レディーファイト。日本男児に大和なでしこ、もっと筋肉をつけんといかんぞ。筋肉はちょっと。カンナの親父さん、こんな感じなのかもな。レディーファイト。若い体は血がたぎるわ。分けてやってもいいぞ。遠慮して私の美学に反する。好き嫌いは良くないぜ、デミトリー。見たい光景じゃないがな。レディーファイト。伊達屋水郷でこんな刀は使いませんよ。わしも伊達屋水郷でこんな頭をしているわけではない。ハッハッハッハ。 OK、 アイアンナックル。じゃ、どういう理由なんだい。レディーファイト。細っこい体じゃのう、ユーリオ。もっと筋肉をつけんか、筋肉を。ユーリ、この戦いが終わったら鍛えるんです？どんなトレーニングをしたらそんな体になるんだよ。レディーファイト。わしの鉄拳で全て打ち砕いてくれるわ。実際に鉄で構成されているわけではない。過信は禁物だ。でも何でも砕きそうなのは確かだよね。レディーファイト。平八おじちゃん、髪の毛も黒黒と。うわ、これならば本当に若いもんには負けん。そんなやつにじゃれるな。レディーファイト。小僧、貴様の聖剣とわしの聖剣、どちらが強い？平八のおっさんも聖剣を持ってるのか？字が違うと思うんだけど。レディーファイト。貴様らをボスコノビッチのジジイに見せてやりたいものじゃ。ボスコノビッチ、どのような人物なのですか？
その手のやつはマッドサイエンティストに決まってるわ。レインパイプ。鍛え上げた鉄拳のごとく、武器は一つあれば十分よ。わからなくもない、セイバーさえあればどうとでもなる。状況によって使い分けることも重要だと思うんだが。レインパイプ。三島平八、若返ったという薬、出所はどこだ。さてな、何を気にしておる。ウイルスや薬品のことには敏感なのよ、私たちは。レディンパイク。